こんにちは、皆さん、石井です。このチャンネルでは、火山博士が地球最新情報と元気をお届けします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地学ニュースですね。なんとですね、皆さん、あの琵琶湖が北に向かって大移動しているという、とんでもない情報が入ってまいりました。今日の動画では、琵琶湖とはどんな湖なのかということと、なぜ北上を始めたのかということで、詳しくお話しさせていただきます。はい。というわけで皆様、今日も元気にやってまいりましょう。まずは、琵琶湖ってどんな湖ということでお話しさせていただきます。どこにある湖かと言いますと、西の島から北におよそ 1000km 行ったところにいます。滋賀県にある湖になります。面積669平方キロメートル、西の島170個分の日本一大きな湖ですね。この琵琶湖には合計117本の川がギャーッ、ブワーッとですね、流れ込むというね、もうとんでもない湖なんですね。さらにこの琵琶湖、日本一大きな湖だけではなく、日本一古い湖でもあるんですね。おおよそ400万年前にできたというふうに考えられております。では、この琵琶湖ってどうやってできるのかを見ていきましょう。この琵琶湖、ズバリ、地震で生まれた湖になるんですね。はい。どうやって地震で生まれるのかを見ていきましょう。ここに大きなね、断層があったわけです。この断層がですね、ギヤーッとずれ動くことによって、ブワッと地震が発生するわけです。そして皆さん、この地震が起こることによって、窪地ができているのがわかると思います。この窪地に水が溜まることによってできたのが琵琶湖であります。このように断層がずれ動くことによってできる湖のことを構造湖と言います。よかったら覚えてみてください。この琵琶湖の断層ですけどもどこにあるかと言いますと、ちょうどこの赤線のところ、ちょうど琵琶湖の西側にあります。琵琶湖西岸断層帯というね、大きな断層があります。この断層がずれ動くことによって、琵琶湖というのはできたんですね。面白いですね。この琵琶湖ですけども、もちろん湖ですので、たくさんの生物が住んでおります。その数、なんと魚介類が100種類以上もですね、ギャーッと住んでいるということです。さらにそれだけではなく、琵琶湖にだけ生息する生物もあります。例えばこちら、琵琶湖オオナマズというね、これ、琵琶湖にだけ生息する生物ということですごいですね、皆さん。では、続きまして、琵琶湖の歴史、見てまいりましょう。このね、琵琶湖の歴史、めちゃくちゃ長いです。約 2.6 万年前、なんと石器時代からですね、日本人が、この琵琶湖に住み始めたというふうに考えられております。その証拠にですね、こちらご覧ください。この琵琶湖の湖底に、遺跡もね、存在するということで、こちら、ハリエ湖底遺跡と呼ばれている大昔のね、遺跡がこの湖に見つかっているんですね。さらに遺跡だけではなくって、木の船も湖で見つかっていると。つまりこれは大昔の人がですね、船を使いまして、魚を取ったり、物を運んだりしていたということが、こういったものからわかるんだということです。非常に興味深いです。また、この琵琶湖といえばですね、こちら、伊能忠敬さんですね。はい、関わりがあります。伊能忠敬さんといえばですね、ちょっと噛んですみません。日本の地図をね、初めて作った方ですね。この伊能忠敬さんは、1805年に2ヶ月かけて、琵琶湖の大きさを測ったというふうに言われているんですね。面白いですね。さらにこの琵琶湖ですけども、いくつかの島が湖の中に存在いたします。例えば北から、竹生島、竹島、沖島ですね。ちょっと噛みますけども。で、この中で南にある沖島が一番大きい島になります。はい。こちらね、沖島と呼ばれている人口約300人が暮らす島です。面積 1.51 平方キロメートルということで、西の島 0.4 個分ほどのね、小さい島も存在するということで、こちら、この沖島の港になりますが、小学校もあるということでね。はい。で、この沖島ってじゃあどうやってできたのかということなんですが、実は沖島はマグマが固まってできた島なんですね。どうやってできたのかというとですね、大昔にこの沖島のあたりですね、マグマがね、ギヤーッと登ってきたと。で、マグマが上昇することによって地面がね、持ち上げられたわけです。はい。で、その後、マグマはですね、ゆっくりと冷え固まって岩になりまして、まあ、このように山ができたわけです。で、その後ですね、断層がブワッとですね、ずれ動いて、窪地ができました。そしてそこに水が溜まってできたのが今の琵琶湖ですけども、この琵琶湖ができた後ですね、岩の表面の柔らかい砂などが削られました。そして、この岩はですね、硬くて残ったんですね。そうやってできたのが今の沖島であるということで、マグマが固まってできたのが沖島ということで、大昔は琵琶湖にマグマが上がってきたこともあったんですね。面白いですね。そんな琵琶湖で今回、事件が起こったということです。この琵琶湖で起こった事件ですが、大きく3つあります。まず1つ目が、水位が70センチも低下したということ、謎の道が出現したということ、どんどん北上しているということが分かったということです。1つ見ていきましょう。まずは、水位が70センチも低下したということで、これは琵琶湖の普段の水位からですね、さーっと水が引きまして、なんと70センチも低下していたということでございます。ここまでの琵琶湖の水位の変化見ていただきますと、まずこれ水位ですね、縦軸に水位、横軸に日付をとっておりますが、このグラフを見ていただくとですね、さーっとね、2023年の9月から水位が下がっていきました。そして今年の1月になんと最大で70センチの水位の低下があって、まあ大きなニュースにもなっておりましたけども、その後ですね、琵琶湖の水位、いいことにね、回復いたしまして、3月から水位が完全に回復していったということでね、これ良かったですね。で、この琵琶湖の水位低下の原因ですけども、雨が少なかったためですね、この水位が低下したと。その後、今年の2月から3月にかけて、まとまった雨が降りまして、水位が無事に回復したということでよかったですね、これ。で、琵琶湖の水位が低下することによって、水道がね、制限される可能性ありましたけども、そういった問題も無事に回避されたということになりました。続きまして、謎の道が出現したということでね、これどういうことかと言いますと、2024年3月頃からですね、ご覧のような謎の道が琵琶湖に出現していたということなんですけども、これなんで琵琶湖に道ができたのかというと、それは人間が無許可で作った道だったということで、琵琶湖にですね、土を埋めて、なぜかわからないけども、道を作ったということでね、何のためにこのような道を作ったのかというのは不明でございます。はい、面白いですね。そういったこともあったと。そして、3つ目の事件がやばい事件だということで、どんな事件かというと、なんとあの琵琶湖が北上を始めたということでね、続きまして見ていきたいというふうに思います。まずですね、以下の内容ですけども、あくまでも、仮説の一つだと思ってください。まあ、この、鵜呑みにせずね、参考程度にご覧いただきたいなというふうに思います。では、解説を始めます。実はですね、この琵琶湖なんですけども、徐々にね、ギヤーッと、北に向かって動いているんだということなんですよね。で、この琵琶湖の北上について気になる点は大きく3つあります。まず1つ目は、どうやって琵琶湖の北上が分かったのかということ。2つ目は、どれぐらいの速度で琵琶湖は動いているのか。3つ目は、なぜ琵琶湖は北上するのかということです。1つ見ていきたいと思います。まずは、どうやって琵琶湖の北上が分かったのか。それはズバリ、衛星から判明したというものになりますね。はい。この衛星を使いまして、琵琶湖の位置を調べたわけです。その結果、こいつ動くぞということが判明してしまったということです。では、どれぐらいの速度で動いているんでしょうか？具体的には、この11年間で少なくとも23センチほどギヤーッとですね、北上していると。まあ、単純に計算すると、まあ、1年あたり1センチぐらい動くぞということですね。で、来年はですね、さらに1センチ北に向かうということになるわけですね。じゃあこれ、なんで琵琶湖は北上するのかということですが、結論から申し上げますと、海洋プレートが大陸プレートを押しているから説というのがあるということですね。どういうことなのかを見ていきましょう。まずそもそもですね、この琵琶湖というのは、北上してできた湖であるということですね。今の位置はこの滋賀県に琵琶湖がですね、存在しますが、約400万年前はですね、実は三重県の伊賀市のあたりにあったんですね。名前もですね、違いまして、大山田湖という名前でした。これが最初の琵琶湖です。で、三重県の伊賀市にあったわけですね。ところがですね、伊賀市にあったんですけども、約300万年ほど前から、琵琶湖は北上していきまして、北に向かいました。で、約250万年ほど前ですね、死骸入りを果たします。で、この名前が蒲生湖と呼ばれております。その後、約100万年ほど前にはこの琵琶湖は西に向かいまして、名前は片田湖と呼ばれております。そしてこの片田湖がですね、拡大することによって、今の琵琶湖が作られていったということになるわけです。ということで、この琵琶湖は400万年前は三重県の伊賀市にあったんですが、50km 以上に及ぶ大移動を経て、今の琵琶湖に落ち着いたんだということです。ではこれ、なんで琵琶湖は移動したのかということが気になってきますが、ポイントは、この300万年前から北上を始めた。これがね、非常に重要になってくるということです。実はですね、皆さん、この300万年前というのは、日本で大事件が起こっていた時期と重なるわけです。その大事件とは、つまり、海洋プレートが日本列島を強く押し始めたという時期なんですね。詳しく見ていきますと、約800万年前の日本ですね、考えてみますと、日本は今、大陸プレートがあります。そしてその南には、フィリピン海プレートと太平洋プレートの2枚の海洋プレートが存在するわけですね。で、約800万年前というのは、実はこのフィリピン海プレートと太平洋プレートは、やや北寄りに沈み込んでおりました。はい。ところがですね、約300万年前ですね。300万年前にこのフィリピン海プレートと太平洋プレートの沈み込む向きが西寄りに変化いたしました。まあ横になったわけですね、ちょっとね。で、この西寄りに変化することによりまして、大陸プレートは横にですね、強く押されてしまうことになってしまったわけです。で、この大陸プレートはですね、ギューッとね、海洋プレートから横から押されます。その結果、この大陸プレートがですね、ぐにゃっとね、折れ曲がってしまったわけです。で、この大陸プレートが折れ曲がることによって、今の日本アルプスの山々ができるとともに、さらに海洋プレートが大陸を押すことによって、琵琶湖がですね、ギャーッと北上してしまうことになったということになるわけです。ということでね、この三重県の伊賀市から 50km 以上に及ぶ大移動はですね、300年前から移動を始めたということで、これは海洋プレートがですね、押すことによって琵琶湖が北上したんじゃないかということが考えられているよということですね。はい。で、この琵琶湖の大移動ですけども、300万年前から始まりましたが、未だに続いていると。その移動の速度は年間で1センチ北に向かっていると。で、このままですね、移動を続けていけば、少なくとも300万年後には、福井県の海にね、琵琶湖が行ってしまうということで、最終的に消滅してしまうんじゃないかということで、これが仮説の一つですね。琵琶湖移動説、大移動消滅説というものになります。で、300万年後ですね、この琵琶湖が日本海到着の瞬間、動画でもですね、公開予定、緊急動画でね、出しますんで、ぜひともね、この琵琶湖到着の瞬間、見逃さないためにもですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今日一番言いたかったが、これ何かと言いますと、今日はね、この琵琶湖について見ていきました。琵琶湖というのは断層がずれ動くことによってできた窪地に水が溜まってできたものになります。このように断層がずれ動いて地震が起こることによってできた湖のことを構造湖と言います。そしてこの琵琶湖ですが、今ね、北上をしているんだということです。どうして北に向かって動いているのか、そのポイントは大陸プレートの南にあるフィリピン海プレートと太平洋プレートの2枚のプレートです。約300万年前にですね、この2枚の海洋プレートが大陸プレートを横方向に強く押し始めました。その結果、海洋プレートが大陸プレートを押すことによって、琵琶湖が北上することになってしまったということですね。で、その結果ですね、この、もともとは三重県の伊賀市にありましたが、50km 以上に及ぶ大移動を経て、今滋賀県にあります。で、この大移動ですけども、300万年前から始めたものになりますが、今もこの北上、続いております。年間で1センチ北上しているということで、300万年後には、福井県の海、日本海に行ってしまうんだということで、将来消滅する可能性があるということですね。では今日の問題でございます。琵琶湖のような構造湖ができる原因は何でしょうか？地震、噴火、隕石衝突、宇宙のパワー、さあどうでしょうかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。ほい。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。7月6日のメンバー限定講義は、巨大津波の痕跡を探す方法ということをお話しさせていただきます。メンバーの収益の一部は被災地に寄付されます。メンバーの皆様いつも本当にありがとうございます。シリミティミニシミジキーニフシリウィティシミシフィッグチュウイリギトゥウィゼビュービューティシティイリ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 シティ